はい、小橋です。さあ、今現在撮影段階ではね、MGC ファイナル真っ盛りっていうところでね、今5000人の方がね、チャレンジしているはずっていうところでね、小橋の方はちょっとね、前半5ホールまで終わりました。まあ、ちょっとね、ハイライトでね、ご覧いただければっていう感じなんですけどね。初めてグランドショットセットで臨みましたね。で、ウェアのセットとかはね、後ほどね、合間合間を塗ってね、写真でもね、お見せできればなって思うんですけど、せっかくなので、4周年のね、ウェア、シクホー2がね、打てる、交通回ですね。が打てる、ウェアで、プレイをしております。でね、ですね、グローブ、手袋にはね、インパクトがアップするね、系のもののインペリアルなんかな。で、アクセサリーは1個はね、スリング系でね、スピーチがね、ちょっとだけでも上がるのにしました。でね、本当はね、ここで、結局ファイナルって僕、ホーミングしか使わないので、アクセサリーでホーミングをつけて、で、本当であれば、ボールとかで、ジャストインパクトしたら、ポイントが上がるやつをね、つけたいっていうのが山々なんですけどね。こちらも画像で紹介できますでしょうかね。コンペ頑張ってなかったから、これコンペ頑張ってていっぱい持ってる方はね、あとね、葉っぱで賄える方はね、ぜひともこれやっぱジャストチャンスはつけるべきかなって、MGC ね。まあもちろん、チップ取っちゃえば早いんですけど、ね、まあ理論値で、私なんてもう理論値で終わるのが後半もね、もう濃厚っちゃ、もちろん狙っていきますが、濃厚なので、となった時にやっぱポイント勝負の時にね、一番可能性あるのがね、ジャストチャンスですよね。これね、だいたいこんな感じでちょっとだけねっていうところがね、はい、っていう感じなんですよね。はい、今が3ホールが終わりましたね。4ホール目いきます。うん、っていう感じですね。まあ結構ね、お見せするんですけど、今のところ理論値です。はい。はい、そうですね。まあ、どうなんですかね。ちょっとね、コースによってはローズとか使った方がいいのかなって思うところもあったりしているのは悩み中なんですけどね。ね、これもね、まあ、ウルトラ前下がってしまったんですけどね。だいたいね、こんくらいのね、縦と横のね、ブレ幅でね。いきますね。いやー、はい。で、ショートはね、ここ迷います。あー、ちょこれは朝の超デカのホールインワン動画なんていらないね。はい、さようならちょっとしたブレークを入れてと。さあ、ねこれね、ちょっと右にずらしてみたんです。どうなるかなーって。そしたらそれ以上に左ブレだったって。もうね、一定の実力を超えるって言ったら自分が超えてるっていう風に言ってしまうかもしれないんですけどね。語弊があるかもしれないですけどね。もうそこまで来たらちょっともはや運ゲーのところもあるっていう風なね。私より全然レジェンドの方がね、おっしゃったこともありますのでね。っていうところでした。はい。はい、では、後半行きましょう。後半の4ホールは、まあ、撮影段階ではライブで行かさせていただきます。さあ、タミックさんのね、このね、写真もね、
見納めかなっていう風に言ったらね、タミクさんからね、ツイッターの方で上げさせたらタミクさんが、いやいや次は小橋さんでしょって。私が乗るよりタミクさんが5回乗った方が絶対可能性あるというね、のが皆さん、皆さんもそう思われると思いますよね。さてこれ大丈夫かな、ちゃんとセットなってるね。はい、まあ、こんな感じでね、本当はねジャストチャンスつけたかったですけどね。さあ行きましょうと。お、本線じゃないよ本線。いろいろなんだろう、緊張しているのか押し間違いが。さっさっさっさ、450ヤードパー4ねえ。松山選手もねずっと見てたんですけどね、子育て放置して、いや、そうそう、子供と一緒にね、パットのカップの縁に嫌われまくりのまくりのまくりのって感じでしたよね。さあここはどうしよう、これは奥まで行ったりしないよね、どうなんだろう。こんぐらいにしときましょうかね。初めて、そっか、新年豪快2がつくのももはや初めてか。うん、小橋は、おっと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 、危な危なさあだいぶ1段目で右ブレが出てましたね。どうなんでしょう、あのぐらい右ブレ出ると2打目が結構な左ブレっていう小橋の推測通りで打つとこんぐらいだけど、そんな、いや、こんぐらいにしとこうかな。でね、これやっぱつま先下がってますよね。1ホール目2ホール目結構オーバーしちゃったんですよね。横ラインは合ってた気がするんですけどね。だからね、ちょっとね、打ち上げですけどね。どうでしょう、どうでしょう、弱い、弱かったー。いや、今までで一番。そして大ピンチ。お願い、あー、理論値逃しました。やばい、ここはもう危ない。最低限、まあどうでしょう、これで3000、いや、もちろんまだねチップチャンスあるとはいいね、3000オーバーとかしちゃうかなね。え、おそらくもうほとんどの方が理論値取れる力お持ちでしょうからね。99% 出てましたしねっていうところは、まあまあ切り替えて、切り替えが大事。さあ新年豪快のおかげでだいぶ、こことかどうなんですかね、ローズとかの方がいいんですかね、持ち替えてやるっていうのもありですよねっていう風に前回とか思うけどね、忘れちゃうんですよね。ってことでね、次やるときはこの動画を見返すっていうのはね、手ですね。さあせっかくだからチップが欲しいですね。でしょう、あー弱かった、今日は弱いいやー、ちょっとね一日空けたんですけどね、昨日は強いで今日は弱い、ですね。はい、
低反発使わない方が良かったかな、ああいうコースはね。さあ、なんとなく一個ずらしてみましょうかね。うわー、もうボロボロです急に配信になったらボロボロうん、最後ですね。さあ最後のパー5ぐらい、なんかちょっとかっこいいプレーが見せたいなと思ったりしているんですが、もう平らなところとか探すのやめて飛ばすだけ飛ばしちゃいましょうかね。最後らいかっこよく決めたいな。今日は弱いからな。どうでしょう、お願い、夢と希望を乗せて。141でしょ、ちょうどいいぐらいか。あー、全然左じゃない、右さあここは冷静に決めたい。よし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 、はいいや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 、ダメだった結論ダメだったねっていう感じでした。はい、コバシーがあそこの写真に乗ることはまずないですっていう感じで、やらさせていただきます。初連絡ですかね。コバシーの、チームの練習会、毎日、11時11分ラントナのコースでやっております。日曜日だけ、深夜の12時12分、毎週東京でやりますので、ぜひともお越しください。最近新しい方もたくさんっていうわけではないんですけど、ちょくちょく来ていただいて嬉しく思います。ぜひとも継続して来ていただければ、継続は力なりというところになると思うので、ぜひお越しください。他にもね、まあね、先日紹介した王道杯であったりとか、あとは毎日のように杯を開いている方を管理しているね、藤高さんとかがすごい管理されているので、よかったらね、いろいろカジュアルで遊びたい方、ぜひとも、そこら辺を、チェックください。小橋ツイッターとかもやっておりますので、ぜひフォローお願いしますですね。チームの方でもしかしたらまた、近いうち新メンバーとか募集するかもしれないので、ぜひとも、お越しくださいはい、以上小橋でした。